はい、ということで皆さんこんにちは、トーニャちゃんでーす。はい、ということで今日もですね、5分間メイクをやっていきたいと思います。って言っても私いつも20分ぐらいで用意できるんで、多分5分マジで余裕だと思うんです。うん、絶対余裕だと思う。でね、今日はねちょっとね、じゃあこっちか、そう、ここにねめっちゃ大きいニキビできてるんですけど、まあ、これもね完璧に隠しつつ5分のメイクやっていきたいと思います。どうしよう、5分メイクってどうやって始めるのマジで。あ、じゃあ、ちょっとシチュエーションでやっていきたいと思います。今日めっちゃ楽しみにしてたデートがあるんやけど、ちょっとまあおちゃかちょいで寝坊しちゃって5分でメイクしないといけない、そういうシチュエーションでやっていきましょう。なんで皆さんもそういうシチュエーションで見てください。じゃあいきますよ。私の編集技術じゃなく、ここにあと何分って出せないんで、適当な自分で実況しながらやります。じゃあ行くよ、行くよ。あ、そう、今日でこのポーチから全部化粧品出してやっていきたいと思います。もう並べてないからね。あ、ファンデーションと下地はこのまま床に置いてます全部。はい、行くよ。よーい、来たぞ。やばい、まず下地ね。まずね、これね、赤みを消していきたいと思います。これね、すごいいいんですよ、赤みを。もうね、赤みをね。あ、で、まあ短縮のために今日は先に前髪を巻いてます。いつもはね前髪はね巻かへんのやけど、まあね、あ、これ下地ね。もう下地いくよ。もう絶対余裕、絶対余裕と思わない、ね、余裕やと言いつつ一応ね焦るというね。すごいね、なんか何やろな、そんなね、もともと時間はいつもかけてやらないんですけど、いや、なんか何やろ、化粧をゆっくり、え、待って、もう1分早っ、ちょっと化粧をゆっくりいつもしたいんですけど、結局寝たいのが現実なんですよね。そう、私ね朝弱いから、まあそれにね、ね、デートとかあったらね、もう2分、どうせ前髪そうは見えへんから。
ええやんって感じなんですけど、マイマスカラは絶対にします。これだけは鉄則です。いつもね化粧どんだけ時間ない時もねマイマスカラだけ絶対します。なぜなら私は眉毛が濃いからです。はい、人の声を言ってるじゃないですかね。はいはい、そう、はい、3分ですね。はい、次アイシャドウ、アイシャドウがね、ピンクをね使っていくんですけどね、このねこれねめっちゃ可愛いんですよ。これめっちゃ可愛いねんけど、ちょっとねちょなんかどうせならったらいつものメイクにしたいなと思ってね、今日はねピンクを使っていきます。はい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 、ちょっと待って、これちゃんと映ってると思って、もう本当にねどうなってね難しいよ本当にね、もうねもう何、いやなんかさ、そういつもねずりして、次ね、はい、もうビューラーしてくよ、ビューラーしてくよ、はいはいはい、ウィーってあげてね。いつもはね、まっすぐ命なんでね、3、4回ぐらいね、ずっとウニョウニョウニョってやるんですけど、今日は1回で、はい、2回やりましたね、今ね。はい、ちょっと下にもね、引いていきます。はい、下にね、服の繊維の変化の繊維でね。はい、次、マスカラですね。そう、はいはいはい、マスカラ、ちょっと待って、服の繊維が、マスカラね、ちょっと待って、あと一歩、ちょっと待って、はい、最後リップね、シャネルちゃんですね、これ。ちょっと待って、はい、やらかした、間違えてね、ストップウォッチにしてたということでね、はい、16秒過ぎておりますが、ちょっと本当に申し訳ない、これね、ビビビって、はい、まあ、この16秒です、はい、こういうとこやな、ほんまに。これデート出れる、これねえ、なんかさ、いやでも、いや見たらやばいわ、なんやろ、ほらやばいよな。はい、ということで5分メイクでした。お願いします、ちゃんちょお姉ちゃんでした、バイバーイ。どう